はカラーリストの桜井萌です。今日は私と一緒に銀座を散歩に行きましょう。今回まずお世話になったのはモッツヘアパルティ銀座コア店です。銀座駅から地下通路を通って徒歩1分、ヘアメイクに特化したモッツヘア初のブラウスタイリングサロンです。40分でヘアスタイリングとフルメイクをしてもらえるので急なお出かけにも便利ですよ。じゃあ次に行きましょう。そういえば銀座には白い建物が多いですよね。白といえば洗練された大人のイメージ。銀座デザイン協議会は銀座にふさわしい色として赤と白を提案してるんですよ。街のイメージに合わせた色彩計画にショップ側も協力してるんですね。ヘアメイクがバッチリ決まったところで今からケーキ屋さんに行きます。次にやってきたのは銀座クラッセ1階にあるパティスリー三つ輪銀座です。外観は赤と白、インテリアは白い壁に高い天井、花のオブジェが入る明るく洗練された空間です。メニューは意外にも日本人ならではの感性を大切にした和を意識したケーキが多いんですよ。今日私がいただいたのはイキという名前のケーキです。栗、きな粉、抹茶、小豆が牛皮に包まれています。和風ですがやっぱりケーキなんですよ。おいしい。こちらは大きなマオが乗った銀座プレミアムショートケーキです。お値段はその日の築地市場のいちごの価格で決まるんですよ。ちなみに今日は1260円でした。こちらのケーキ最高でした。今度は松屋の屋上にお参りに行ってきます。流行稲荷にやってきました。松屋がファッションのトップランナーを目指したいという思いから流行にかけて流行不動尊を守り神として屋上に祀っているんですよ。今日は白をテーマに銀座を散歩してきました。いかがでしたでしょうか。また次回お楽しみに。